こういうところの、はい、あのブーッとアクセル踏んだ時の発進感が感度マックスをつけると全然良くなるので、ね、うん、これはオートマなんですけど、はい、さっきの言ってたコンピューターと合わせてることによってスロットがフーッと踏んでこうスロットがスーッと開いて加速した後にコンピューターでそれをこう加速を増量させてるんで、うんうんうん、ノーマルとも全然違う、うん、僕さんに言うとねちっちゃいスーパーチャージャーついたんじゃないかってぐらい違う。おお、ナノ皆さんから結構好評な。あのね、オートマって結構難しいんですよ。いろいろテストしたんだけど、はい、結構コンピューターとの相性がオートマのコンピューターとの相性で結構変わってきちゃうんで、フィーリングが、うんうんうん、勝手にキックダウンしようとしちゃったりとか、はい、それがねマニュアルの方がまだ全然簡単なのね、うんうんうん、結構時間かけてやったらかなり良くなったんで。なるほど。このスロットル感度マックスのスロットルコンピューターと、うん、今僕がテストしてるエンジンコンピューターの相性はすごいバッチリ。なるほど、うん、横に乗って感じるかな、うん、感じてほしいな。そうですね。でもスーッとこう走るからね、うん、ノーマルはもうホーンってこう行くんだけど、はい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 、それがブーッとこう出る感じになる、うん、なんて言うんだろう CVT というかね、はい、こうねトルクがとにかく下からフーッと立ち上がるように設計してるんで、はい、ちょっと高速行きます、はい、この辺のスロットルをこう開けていく時の加速感がすごくいいんだよね、はい。オートマの86を知ってるとそのキックバックしてるんじゃないかぐらいの開き方ですよね。全然違うのよ。でさっき言ってた UFS ね、はいはいはい、これ今だいたい制限速度ぐらいで走ってるんだけど、はい、こうタイヤノイズが意外と少ないでしょ。ネオバって結構うるさいのよ。で、うんうん、で86だとボディにそのタイヤノイズが当たって室内のこの辺の足元がグワーってうるさいのだけど、これ外にこう抜けてるからタイヤノイズがすごい少ない。そうですね。でオーディオなんかのあれもねすごい良くなんだよね、聞こえも。これはねちょっと俺自分でつけて驚いた。いろんな車用があるんですけど、はい、結構いろんな車で俺試してるんだけど86にもある。もう一発で OK だったんだけど、はいはいはい、オートマやっぱ難しくて、うん、結構やり直した。ああそうなんですね、うん、俺も結構うるさいからね、はいはい、でも結構熟成されていてって感じですね、うんうん、でこのね感度マックスとの相性がものすごくマッチングするんだよね、はい、ああそうなんですか、うん、まあ、逆に言うと社会コンピューターの邪魔をしないんだよねスロットルが、はいはいはい。コンピューターでもスロットル解度はもちろん変われるんだけど、はい、それとはまた違うから、うん、ノーマルだとアクセルをちょっと多く踏み込んでからうわーっと加速してくるんで、はいはいはい、その時のアクセル解度がペダルが結構踏んでるから、うんうんうん、いきなりうわーって変な感じがあるの、はいはいはい、それがこの今のバランスだとアクセルちょっとしか踏まなくてもギューッと走り出してくれるん でよりこうスロットル解度が少なくて済むんだよね、うん、でそこから踏み込んでった時にコンピューターとの相性ですごく加速感があるんで、このねマッチングがどっちかというと何だろう数字だけではなくて人間の五感だからそこら辺がなかなかねセンスがいるんですよね。まあ織田選手のそうそれがこうすごくうまく調和できてる、はいはい、自信さ、うん、で今みたいにブレーキを離した後に なんていうか名前忘れちゃったけど車がこうスーッと加速少し動くでしょ。クリップゲージ、あれがそう、あれがね少し大きい、うん、だからよりこうスムーズに加速入れる、はい、この先一時停止があります。こちらの商品、感度マックス、もちろん元枯れでも取り扱っております。ぜひ元枯れからお買い求めください。取り付け非常に簡単です。